幼稚園の年長の頃に兄がサッカーやってた影響で自分も始めました。袋井西フットボールクラブです。最後の大会で勝って県大会の出場を決めたことが一番の思い出です。浜松開誠館中学校、自分が小学校6年生の時に開誠館のスタッフの方から声かけていただいて、それで入ろうって決めました。高校と同じグラウンドで練習をしているので仲間と刺激を与え合いながら練習ができていました。格上の名古屋グランパス相手に逆転勝ちして勝利したことが一番の思いです。トレーニング一つ一つの強度だったり話してる内容とかも全然違くて、よりレベルが上がってるなって感じはします。すごい一人一人仲良くて、多くの学年が関わりながら一致団結しながらやっていくチームです。開誠館のコンセプトである戦う走る粘る、それに加えて球際とか切り替えとか当たり前のことを徹底してやることです。勝利することにも熱くて、困った時には助けてくれる存在です。全国出場をして全国制覇することです。